皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。一連の問題は、両言の日のごとく燃え広がり、今や斉藤元彦兵庫県知事、46、飲みをも焦がそうとしているのだが、かつて彼と机を並べた同級生からは意外な声が届く。告発者を自死に追い込んでなお、地位に連々とする、おねだりパワハラ知事、はいかに作られたのか。写真を見る、お土産。 俺がもらっていくと堂々を持ち帰り高級がにを手に満面の笑みを見せるパワハラ疑惑の斎藤知事。アスタリスクアスタリスクアスタリスク真夏日となった7月19日兵庫県神戸市内の兵庫県庁前には100人を超える県民が集まっていた斎藤やめろすぐやめろ建物の主に対してそう一斉に声を張り上げたのであるその中でも目立ったのが 胸に黒い喪章をつけた者、あるいは手に白い菊の花を捧げ持つ者だった。彼らは7月7日、兵庫県姫路市内で亡くなった渡瀬康秀元西張間県民局長、60の死に哀悼の意を表していたのである。発端は渡瀬元局長が今年3月、県議やマスコミ各社に対して斉藤知事のパワハラやおねだり体質を匿名の文書で告発したことだった。 その元局長が自死を選んだことで、事態は新たな展開を迎えたといえる。抗議活動があった19日の午後、兵庫県議会では斉藤知事によるパワハラや贈答品受取疑惑をめぐり、3回目の百条委員会が開かれました。とは、兵庫県政の担当記者だ。本来その日は、渡瀬元局長への証人尋問が行われる予定でした。当日は委員から、 県側が公益通報者保護法違反の調査で手にした、渡瀬さんが嫌っていたプライバシーに関する情報をルフし、脅しをかけて、渡瀬さんはああいう結果になった、という趣旨の発言も飛び出しました。どうコミュ障だからすぐに怒り出す。県側が犯人捜しの末に、告発者の渡瀬氏に不利な個人情報を手に入れ、死を揺さぶっていたというのだ。事実ならば前代未聞である。 さらに、委員会では彼が遺族に託した音声データも公開されました。それは斎藤知事が県内の会合に参加した際、まだ私、飲んでいないのでぜひまた、などと、県の特産ワインを自身に献上するように関係者に要求するものでした。知事は音声公開を受け、自分自身のやりとりだと認め、自宅でワインを飲んだことも明かした上で、 産業振興の一環で飲ませていただいた。と開き直って見せたが、斉藤知事がそのワインについてアピールした事実は、SNS などでも特段ありません。前で、記者。語るに落ちるとはこのことで、確実に包囲網は狭まっている。猿兵庫県議曰く、斉藤知事は、コミュ障、なんですよ。片山康隆副知事が7月12日に辞表を提出した時も、 知事はコミュニケーション能力が不足していた、と苦言を呈しています。雑談が苦手で、国会議員や県議会議員、県職員らと全く意思疎通できていません。加えて、コミュニケーションが取れないからか、知事はすぐに怒り出す。それだけならまだしも、俺は怒ったことをすぐに忘れるんや、ははは、なんて自慢する。周囲はドン引きですよ。得意な人格。 無知、野郎時代傍眼不損などいくつかの四字熟語が当てはまりそうなのだがその得意な人格はいかに形成されたのか神戸市須磨区の生まれ実家はケミカルシューズ製造業だった地元神戸市立若宮小学校を卒業し愛媛県松山市の市立愛光学園中学に入学したのだが自身の HP で 実は私立中学入試で第一志望であった六甲中学校神戸品田区を受験したのですがと明かしている中高6年間の寮生活親元を離れて中高6年間は愛光学園の寮で過ごしたという同級生の1人が当時を振り返る彩ちゃん斎藤氏とは寮で一緒にご飯を食べたし お風呂にも入った中ですけど、いいやつとしか言いようがないですよ。頭も良かったし、スポーツも全般的にできました。別の同級生も、自分は寮生活でも部活のソフトボール部でも一緒に過ごした間柄ですが、彼のパワハラ的な言動なんて見たことも聞いたこともありません。体育祭なんかでも、中心になって活躍していたイメージ。 そういう時にクラスをまとめる役割を果たしていましたから、やはりリーダー的な資質があったのでしょう。などと褒めそやす。続けて明かすには、彼も入っている愛好学園同級生のグループラインがあります。今回のことで、そこに応援のメッセージを送ったんですよ。そしたら彼からみんなに対して、感謝しています、という趣旨の返事が来て、 大変な状況なのに律儀なやつだなって思いました。意外にも、なかなかの同級生だから聞こえるのは、好意的な証言ばかりなのだ。プライドが高いタイプ。東大経済学部卒業後、総務省に入省。一貫して旧自治省畑を歩み、各県府庁の重要ポストに派遣された。その古巣の総務省関係者に話を聞くと、 先の同級生らと異なった見方を示す。プライドが高いタイプだと聞いたことはあります。経歴を見ると、30代中盤にして秘書か秘書専門官になっていますよね。これは結構、ポイントが高い。宮城県の財政課長なども歴任していますし、省内で出世街道を歩んでいたのは間違いない。さらに続けて。 旧自治省系は警察の次に上位かたつの盾社会組織自体がパワハラの塊です加えて総務省に金を握られているものだから各県庁の職員は中央から派遣されてくる総務官僚に文句を言えない雰囲気がある若くして地方で重要なポストを務めることで勘違いしてしまう人がいるんです 総務省の独特な土壌が斉藤氏を形作ったと示唆するのだ。2021年、大阪府の財政課長時代に自民党と日本維新の会に担がれて県知事選への出馬を決めたときには、すでに今の人格に仕上がっていたのだろう。県政を立て直すのは事実上不可能。一連の疑惑に関して、斉藤氏は代理人を通じておおむね否定。その上で、県政の立て直し、 信頼回復に向けて、日々の業務を一つ一つしっかりと遂行していくことが私の責任だと考えています。と、知事の椅子にしがみつく姿勢を隠さない。だがしかし、元鳥取県知事で元総務大臣の片山義弘、大正大学特任教授はこうカッパする。県民や県職員の多くは、斉藤知事に対する信頼をすでになくしてしまっているのではないか。 斉藤知事は続投を表明していますが、県政を立て直すのは事実上不可能だと思います。元局長の妻は百条委員会宛に、主人がこの間、県職員の皆さんのためを思って取った行動は、決して無駄にしてはいけないと思っています。とのメッセージを託した、遺族の気になる願いは叶うだろうか、どう思いますか、気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。